警視庁は午前11時過ぎ、地下鉄サリン事件の殺人などの疑いで、オウム真理教元信者、高橋克也容疑者を逮捕しました。高橋容疑者の身柄は、今日午前、任意同行先の蒲田署から警視庁本部に移されました。警視庁によりますと、高橋容疑者は容疑について、教団幹部の指示でやりました。目的については一部知らなかったこともありますと供述しているということです。逮捕事実の読み上げを微動だにせず目を見開いて聞いていて、逮捕すると言われると無言でうなずいたということです。今日午前8時30分ごろ、高橋容疑者に似ている人がいるとの情報提供があり、大田区西蒲田の漫画喫茶にいるところを駆けつけた捜査員が発見しました。午前9時20分ごろ、チェックアウトを終えた高橋容疑者に捜査員が高橋克也かと質問し、高橋容疑者が認めたため蒲田署に任意同行しました。その後本人と確認が取れたことから、警視庁は地下鉄サリン事件の殺人などの疑いで午前11時過ぎ逮捕しました。高橋容疑者は薄いグレーの半袖のポロシャツに青いジーパン、茶色い靴を履いていて、ボストンバッグとビジネスバッグを持っていたということです。警視庁が公開したキャリーバッグについては、鶴見駅西口のコインロッカーに入れてあると話しているということです。さらに所持金については470万円ぐらいあるとも話しているということです。一方、警視庁の調べに漫画喫茶の店員は、高橋容疑者について午前6時過ぎに入ってきたと話しているということです。警視庁は高橋容疑者からさらに詳しく話を聞いています。高橋克也容疑者の身柄が確保された大田区西蒲田の漫画喫茶前に富田記者がいます。富田さん、行きます。はい、高橋克也容疑者の身柄が確保された漫画喫茶の前です。現在も多くの報道陣、見物客で店の前はごった返しています。午前11時半過ぎに警視庁の捜査員が店の中に入り、1時間ほど前に段ボール1箱を抱えて店を出ました。店長も事情を聞かれたものとみられます。この店を週に一度は利用するという19歳の男性は取材に対して、店側は利用のたびに身分証の確認をしていた、周辺にある店の中でもそんなに賑わっている店ではなかったように思うと話していました。また個室を使わない場合は身分確認をしていなかったという情報もあります。以上、現場からお伝えしました。